ねずったまみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、もう最近のユニバね結構ねあったかくなってきてるんですよね。でユニバにはですねいろんなねフードが売ってるんですけども、中にはですね結構あったかい系のフードもあるんですよ。ですけどこの気温でそういう系のフードってまあ合わないケースが多いんですよね。ですけどこのユニバの中にはですねめちゃくちゃ冷たいわけじゃないですけども、こういうあったかい日にぴったりなフードもあるんですよ。では今日ですねあったかい日におすすめなフードを紹介します。イエーイということで、まあ、おすすめフード紹介ですねをやっていきます。で今回ね紹介するフードもね、まあ、どれもねおすすめなんでね、ぜひね皆さんねまたね食べてください。あと中目ですねこの MGB は今後ですねまたねユニバのおすすめフードを紹介するんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。でこの MTV ね今年までに本気でね登録数ね10万人ね見せるんでね、ぜひね拡散登録ねお願いします。じゃあ早速ねやっていきます。今日も豆も、じゃあ早速ですねあったかい日におすすめなねフードをね紹介してですけども、多分ねもう皆さんね、まあ、お気づきかと思うんですけども、まあ、この帽子に限ったら全然冬物ってねいや間違って持ってきたんですよこのハット、うん、どういうミサイルって感じだけど、まあとりあえずね食べていきましょう。そしてまず1個目はですねやっぱりね、まあ、昔からあるフードよりは、まあ、新作フードの方が多分いいかなと思ったんで、まず新作のねフードね紹介しました。で一番はまあドリンクですけどね、これが売ってるお店がこのニューヨークエリアにあるルイーズニューヨークピザパーラーって売ってるんですよね。そしてここは主にピザを中心に売ってるお店なんですけども、ここにですねちょっとおすすめなねフードがね出たんですよね。はい、じゃあね買ってきました。まず1個目はですねこちらですね。まず1個目はこちらのブラッドオレンジのドリンクでしたね。でこれですね前に僕ねたまたま見つけて飲んだんですけども、めちゃくちゃ爽やかで美味しかったんですよね。でこれもですね一応ですね今年の春のね新作なんですよね。いやーこれ上にですねゼリーとかが乗っててね、ほんまねこれからあったかくなる時期にほんまにおすすめなんですよ。いやーこれまた飲めんの嬉しいわ本当に。でこれも一応ですねもうかき氷みたいにめちゃくちゃ冷たすぎないドリンクなんですよね。じゃあ早速ねいただきます。これ上にちょっとゼリー乗って美味しいよ。まずこういうオレンジ系はですねまあ外れないですよねまずこのブラッドオレンジを使った時点で外れないじゃないですか。でこちらはですね、まあ、基本的にあのオレンジを、まあ、ソーダで割ったような感じですよね。でこれ上に乗っているこのゼリーとかがしっかりとブラッドオレンジの、ね、味がするんですよ。でこの中にしっかりとね、まあ、オレンジの果実も入ってるんですよね。だからもうオレンジ尽くし本当に。でもほんまにもうオレンジの味がしっかりとする爽やかなねドリンクですよね。でやっぱこれねドリンクであの600円なんですよね。で、まあ、ユニバの中での600円でまだ安い方なんですよ。だからユニバの中ではね、まあ、結構手軽に買えるねドリンクかなと思いますわ、うん、だからこれ飲みながらパーク歩くのもありじゃないですか。いやこのドリンク体積の割には結構ねその果実が入ってるのがいいんですよね、うん、だからまあドリンクもそうなんですけどもちゃんと果実も楽しめるんですよ。うん、でかっ、ゼリーとかも結構入ってるよね。いやマジで結構オレンジ入ってんな今思ったら。はい、じゃあねこちらの方ねごちそうさまでした。もうこれに関したらマジで爽やかな、まあ、ドリンクですよね。ほんまに美味しかった。はい、じゃあね1個目からねいいのね飲みましたね。で、まあ、次はですね、まあ、ちょっとリッチなものをね、まあ、食べようかなと思ってますが、でもちろんですねこのユニバのリッチなお店っていうのはやっぱりねあそこですよね。でこれに関したら結構そこの店紹介してくださいってねちょくちょくね、まあ、リクエストもねあったんですよね。それがですねこちらのパークサイドグリルですよね。そしてここのレストランですね。
店内もですね、ちょっとおしゃれなね、店装になってるんですよ。そしてこのおまみ TV ではあんまりね、このお店紹介してないんで、まあ、ちょっと紹介してるんですけども、まあ、ここのお店はですね、まあ、こういうステーキとかがね、まあ、売ってるねお店なんですよね。で値段もですね、ほんまに高めです。あと、まあ、ロブスターとかも売ってますし、あとはラムチョップとか、あとはスコティッシュサーモンとか売ってますし、まあ、ユニバーの中でですね、結構ね、まあ、高級なねレストランなんですよね。そしてまたね、そのリクエストとかがあったらね、まずこのお店ね紹介しようかなと思ってますけども、このお店にですね、まあ、このあったかい時期におすすめなフードがね売ってるんですよね。来ました来ました来ました。そしてこちらですよね、こちらで、こちらなんとですね、バニラの下にリンゴとかがあるんですよね。いやー、これがまた美味しいんですよね。で、この隣に、まあ、クレープがあるんですよ。で、このフードの食べ方なんですけども、この左のね、バニラとリンゴを、まあ、いろいろかき混ぜてから、この右のクレープと一緒に食べるって感じなんですよね。うん、じゃあ早速こちらの方ね、いただきます。ちょっとこれに関したらほんまにちょっとお高いね、そのスイーツなんで、ちょっと大事に食べますわほんまにちょっと大事に食べるわ、本当に大事に食べよう、大事に食べよう。うん、まあまあここまでしなくていいんですけども、まあ、普通にね食べていきますわ、うん、でまずまあバニラ今食べたんで、まあ、このねリンゴもねまんま食べますわ。ちゃんとね、リンゴの甘みもありますし、あとはですね、その、まあ、普通のリンゴの果実みたいに硬くないんですよね。だから、いい感じのシャリシャリ感って感じがしますわ。で、僕のね、その、おすすめな食べ方はですね、もうこれをですね、もう一気にかき混ぜるんですよね。で、一気にかき混ぜた方が美味しい。で、下の方にコーンフレークが入ってるんで、またそれもですね、まあ、ザクザク切りますわ。うん。で、見た目的にはだいぶ汚くなったんですけども、これでもうね、いただきますわ。もう、バニラまみれ。うん、うまっ。ちゃんとコーンフレークの、まあ、しっとりとした甘さがまたいいわ。で、これと一緒にこのクレープ食べるんですよね。うん。だから包んで食べるのがおすすめです。はい、じゃあ包みましたわ。じゃあちょっと通な食べ方いただきますわ。うまっ。ちょっとね、このバター風味がある、このクレープの上にこのリンゴが合うわ。で、このクレープの上にかかってるソースが一応キャラメルなんですよね。うん。一応ね、この食べ方したらほんまにちょっと手がね、ベチャベチャになるんで、こういうの絶対必要ですわ。うん。結構難しいからね、これ食べるときは。うん。うん。あと、ここのパークサイドグリルはですね、一応ね、中の席と外の席があるんですけども、こんなね、めっちゃいい天気はですね、絶対テラス席で食べた方がいいわ。うん。そしてテラス席はですね、こんな感じです。だいぶ風通しが良くて気持ちいいですよ、本当に。いやー、こんな景色見ながらこれ食べなの、マジで天国すぎるわ、本当に。一気に食べますもん。はい、じゃあね、こちらの方もね、ごちそうさまでした。でもほんまにこの春はですね、ほんまにあったかい時期が続いてたら、このテラス席で食べたらよりいいですよね。はい、じゃあね、ちょっと優雅にね、お食事ね、取りましたね。そして次はですね、やっぱり今のユニバーって言ったらやっぱりね、マリオですよね。こちらのマリオの世界にもですね、あったかい日にね、おすすめなフードがあるんですよね。で、そちらのフードに関しては、多分このおまみ TV ではもうね、何回も紹介すると思いますわ。もうレギュラー風ですよ、このおまみ TV の。じゃあいつも通りに、この土管の中ね、入っていきますわ。おぉ、もう何回も行ってるんですけども、やっぱ晴れてる日はいいですよね。バリバリいい天気やわ。そして次紹介するフードはね、まあ、何回も紹介するんですけど、まあ、それだけね、おすすめなフードです。それがですね、この任天堂ワールドの一番右上にあるこのヨッシースナックアイランドでね、売ってるね、フードですわ。はい、じゃあ次はですね、こちらですね、こちら
こちらのヨッシーのラッシーですよ。でこちらですね、もうおまめ TV ならたびたびね出てるんですけども、もうこれを絶対にね飲んでほしい。もう任天堂ワールドに来たからには。あと、まあ、雑学なんですけども、まあ、ユニバってレシートにもね結構ね遊び心があるんですよね。でこの任天堂ワールドで、ね、買った場合ねもらえるレシートなんですけども、ほら裏面がですね、なんとですね任天堂ワールドになってるんですよね。これもねここ限定のレシートなんですよね。はい、じゃあ早速ねこちらの方ねいただきます。これがマジで美味しいですよね。でこのヨッシーのラッシーなんですけどね、全部でね、まあ、3種類いってるんですけども、まずはこのねストロベリー味、そしてメロン味でマンゴー味が売ってるんですけども、まあ、このストロベリー味はですね、まあ、最近ね出た商品なんですよね。だから新商品なんですよ。で僕的にそのランク付けするなら1位がこのストロベリー味で、次がマンゴーで、次がメロンかな。うん、まあでもどれも美味しいです、正直言ったら。だから自分のねこの好みのねラッシーね買うのがねいいかなと言いますわ。いやでもこれは本当におすすめ。優勝いやめっちゃうまい、これ本当に。やっぱりいつ食べても。でこれヨーグルト風味のこのラッシーのねその上にですね、一応ねいちごのねシロップとかかかってるんですよ。なおかつこの中にね実際のねいちごの果実も入ってるんですよね。だからめっちゃ爽やかになるわ、うん、で甘さもですねめちゃくちゃ甘すぎるドリンクってわけじゃないから、別に私甘いの苦手なんですよって方もね全然ね飲みやすいねドリンクかなと思いますわ、うん、あとやっぱ冷たすぎないね。やっぱかき氷みたいにあんなキーンってなる冷たさじゃないから程よい冷たさ、うん、だからほんまにこういうあったかい日はめっちゃ合うと思う、うん、でもね1個ねちょっと注意点挙げるとしたら、この任天堂ワールドのこういう食べ歩きフードを食べるときなんですけども、まあ任天堂ワールド内ってまあ石とか机がまあ少ないんですよね。だからそこにちょっと注意点かなと言いましては、うん、うん、ちょっともう臭くと食べちゃったうん、はい、じゃあねこちらの方ねごちそうさまでした。これは本当に飲んでほしい。もう任天堂ワールド行けならそのぐらいの美味しさですわ。はい、じゃあねヨッシーのラッシー飲みましたわ。そしてラッシーはですね、まあ、今のところ結構ですね600円とか700円のフードね続いてるんですよね。ですけどこれから今行く方の中にはですねもう少し安く済ませたい方ねいると思うんですよね。でそんな方のために今回ですね500円以下のね、まあ、お手軽なねこういうあったかい日におすすめなねフードね紹介しますわ。そしてラストはですね多分皆さんもご存知のあそこのねレストランです。それが売ってる場所がですねここのエントランスから一番近いレストランのビバリーヒルズブランジェリーで売ってるんですよね。はい、じゃあ次はですねもうほんまにお手軽に買えるこちらのねフードですね。こちらのねソフトクリームですよね。でこちらなんとね400円で買えるんですよ。でこの400円っていう値段はこの売り場の中ではもう超破格的な値段なんですよね。でなおかつこれしっかりと美味しいんですよね。でこちらですね一応ね、まあ、ソフトクリームの種類としたら、まあ、チョコかバニラかってあるんですけども、ミックスもね一応ね選ぶことができるんですよね。で僕はですねいつもねこれ頼むときはミックス選んでるんですよ。いやーこれも好きやからめっちゃ食べるの楽しみ。じゃあねいただきます。うん、いやーこのバニラとこのチョコのね甘さがいいですよね。でもこれミックスで食べたらちょいチョコが勝つかなちょいチョコの味が強いわ。いやでもこれもほんまにいい感じの粒出さだからめっちゃ美味しい。でこれに限ったら一年中売ってるんですよ。だから、まあ、今の春だけじゃなくてもう冬でもね売ってるんですよね。だからもう最強のレギュラーフードですわ、うん、あとこのコーンもねまた美味しいんですよ。このコーンのしっとりとした味がまた美味しいわ。うん、
はい、じゃあね、こちらの方もね、ごちそうさまでした。で、これに関したら、まあ多分昔多分ルーティン動画で何かで取り上げたから、あんま覚えてないですけども、僕のね、まあ、リピ商品です。だからぜひね、またね、食べてください。はい、じゃあ今日ですね、まあ、これからあったかくなってくる春のユニバでおすすめなフードをですね、紹介していきました。そして今回ですね、まずはドリンク、そしてちょっと高級感があるフード、そして任天堂ワールド関係のもの、そしてお休みのフード、このね、4つで、ね、紹介していきましたわ。で、僕的にはですね、もう最後に紹介したこのビバリーヒルズブランジェリーのソフトクリームですね、まあ、僕もね、昔からずっとね、食べてる商品なんでね、ぜひね、またね、食べてみてください。で、その他のフードもね、もちろんね、美味しいものも多かったですね。以上、ユニバのおすすめフード調査隊の豆ちゃんからでした。何でも調査隊になるやん。じゃあね、またね、これからもね、いろんな動画を上げていくと思うので、いいね、チャンネル登録、通知ボタンも押すだけで、バーイ。